今回、相撲大会も、土曜日の予選から調子が良くて、今回のヒートワンも、スタートちょっと出遅れてしまったんですけど、途中ケイ君とか、ナイトさんも早くて、抜けるかどうかちょっと難しいなと思ったんですけど、途中でうまく、前に出ることができて、優勝できました。途中後ろでゆうくんも、僕の後ろにすごい来ていて、あ、やばいなっていう感じだったんですけど、こうしてまた勝てたことが嬉しいです。どこまで勝ち続けますか？まあ、このまま勝てればすごい嬉しいんですけど、みんなも早いんで、気を引き締めてヒート2も、頑張ります。このチームの方々やスポンサーの方々や、ファンの皆さん、家族のみんなが応援してくれて、またこうやって勝つことができました。次のヒートも精一杯頑張りますので、皆さんまた緑の旗をたくさん振って応援をよろしくお願いします。応援よろしくお願いしますという力強い声をいただきました。上選手、そして山本選手、どうですかね、今日は何かもっと作戦最後に見せてくれるかと思ったんですけれども、今日の課題は何だったのかな？とりあえず皆さん応援ありがとうございました。まあ、前半、まあ、スタート出て、まあ、3コーナーでちょっと成田さんに抜かれてしまって、まあ、そこからちょっと自分のリズムを取り戻すのにちょっと時間かかってしまったんですけど、まあ、最後、2番の表彰台に上がることができたのは本当にチーム HRC、スタッフはじめ、応援してくれるファンの皆さん、スポンサー様、のおかげだと思ってます。まあ、僕自身が、課題も、まあ、あるんですけど、それよりも、まあ、尾形さんが今日は早かったし、まあ、前回も早かったんで、まあ、次は何としても勝てるように全力で頑張ります。チーム HRC としてニッキー・ヘイデン選手、ロードレースのニッキー・ヘイデン選手が、亡くなってしまって、すごい辛い、チームとしても辛い、ことの後だったんで、まあ、2位表彰台、次のヒート2で、1位、ニッキーに、捧げられるように、全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。とりあえず休めてくれました山選手、そしてキラー選手、表彰台ちょっとね遠ざかってて戻ってこれたんだけど、まだ喜んでらんないね。応援ありがとうございました。どうですか今シーズン、やっぱりちょっといろんな課題があるのかな？どうもこうもないですね。最後に抜かれてたら全然話にならないんで、ヒート2一番になれるように一生懸命頑張ります。一番になるための一番のポイントは？応援よろしくお願いします。皆さんの声援がきっと平田選手の背中を押してくれるはずです。今日の皆さんを改めてご紹介しましょう。ウィナー尾形誠選手、第2位山本圭選手、第3位平田優選手です。盛大な拍手をお願いいたします。